焦って自転車にすぐ乗せる必要は僕はないかな。小学校4年生になるまでは行動には出させなかったです。ストライダー TV、 今回までいろいろとこのストライダーの魅力だったり、まあ、情報をお伝えしてきたんですけれども、これからどうやってその自転車へ移り変わっていったらいいんだろうみたいな、タイミングが分からないんです、なるほど。やっぱりストライダーに乗ると確かに自転車に乗ってすごく速くなると思うんですよ、はい、これは僕はいろんな子供を見てきて結果としてストライダー乗ってる子っていうのは、まあ30分もあればもう自転車に乗れちゃうわけですよ、はい、それはね年齢問わず、やっぱりストライダーにしっかり乗れるようになってる子っていうのはもうすぐ乗れちゃうんで、自転車に乗れちゃいますよね、はい、乗れちゃうんですけど、これはあくまでもスキルの話なんで、はい、自転車に乗るっていうことができただけなんですよね、ただ小学校に上がるまでっていうのはまだ本当小さいので、まあ、理解力とかっていうのがねなかなか追いついてこない場合がありますから、自転車が乗れたからといってすぐにじゃあ行動に出てはいどうぞっていうわけにはやっぱりいかないと僕は思うんですよ。ストライダーはやっぱりその公道を走るものではない、もうそもそも禁止ですっていう、ダメなんで、ね、はい、やっぱりその子供が楽しむためのものっていう位置づけですけど、やっぱり自転車って話になってくると、もう大人と同じように公道に出たら責任も発生するし、っていうことですね、自分だけのね、スキルだけで守れない場合もあるじゃないですか。信号が赤になったら止まらなきゃいけないとか、一時停止があったら止まらなきゃいけないっていう、そういうルールが出てきますから。ちなみに井出川さんも、ね、お子さんがいらっしゃいますけど、その自転車に移行して、まあ、公道も走っていいよっていうふうに言った時期って、まあ、実際はその、まあ、いわゆるプロとして、その自分の子供にはもうよく知ってるからこそきっと、全てを加味して、そのいいよっていうタイミングを与えるじゃないですか。うちの、ね、子供はね、小学校4年生になるまでは行動には出させなかったですね。それこそストライダーに乗って、4歳ぐらいでもう自転車に乗れてたんですよ。普通に乗れてたんですけど、早いですねやっぱりね。ただそれは広場とか、ちゃんと区切られたところで乗させてたんですけど、やっぱりね子供ってスピード出すの大好きなんで、もううわーって走り回るわけですよ。できるようになると、そうもうその分だけ早く動かされたいみたいな、ただ乗るスキルってのはすごく高くなるんですけど、やっぱりね、こう行動に出ると危険がいっぱいあるっていうのは僕ら大人もちろん重々承知してるし、やっぱりこの子どものスキルだけではやっぱまだこう一人でどうぞっていうわけにいかないんで、まあいろんなこう成長を見ていく中で、まあ、4年生になったら、まあ親と一緒にまずはね、こう一緒に道路に出て、まあルールを学びながら、まあいけるかなというところで僕はそういうふうに実践したんですけど、ストライダーっていうのは今12インチが、ね、なってますけど、その上が 14X って14インチになってます。14ですよね、はい、で例えばじゃあすぐ自転車に乗れたからって言って、じゃあ14インチの1個上16インチ、はい、じゃあ買おうかって買うじゃないですか。で買うとやっぱり子供って成長早いんですぐ大きくなっちゃいますよね、まあ言ったら1年、まあ、2年乗れるかなっていうぐらいで16がちっちゃくなった、じゃあ次また20買おうってこうなると、すごくまあ費用もかかるし、まあ、効率としてもあんま良くないと思うんで、焦って自転車にすぐ乗せる必要は僕はないかなと思っていて、まあ、それこそ 14X でしっかり遊んでもらって、しっかりまあその認識できるようになった時に自転車に移行していくと、そうすればまあ安全も、ね、しっかり道路に出て自転車に乗って理解がしっかりできてますから、それもまあ守られるっていう部分ではやっぱりそんなに焦らなくていいのかなと、はい、いうふうに僕は思ってますね。うちの子供は4歳で自転車乗れるようになったんですけども、まあ、4歳で自転車に乗れるようになった時に、まあ、ストライダーから当時 14X なかったんで、はい、12インチのストライダーから16インチ買ったんですよ、まあ、自転車でいうと一番小さいタイプになると思うんですけど、まあ、自転車16インチ買って、まあ、乗させたんですけど、まあ、結局その、ね、さっきみたいに安全なところがこう行動に出るとなかなかわからないので、ね、結局ね16で乗させたけどやっぱ行動には出なかったんですよ。急いでこれ買って乗させたのに、まあ、行動で出ないわけですから、こう焦ってねこう乗させる必要もなかったなと今まあ改めて考えると、そういうね、僕のね友人のパターンでいくと、小学校1年生になったタイミングで20インチをね買われたんですよ。はい、でその20インチ買ってから1年生から5年生までねずっとね乗れてたっていうふうにおっしゃってたんで、へえ、5年も乗れるのはちょっと経済的、うん、しっかり我慢して、まあ、ストライダー遊ばせた分乗れるタイミングでね20インチ買ってあげれば、それこそまあ経済的なんで、ね、5年間乗れると、
っていうところになってくると思いますんで、まあそんなに焦ってね、あのすぐ自転車16だっていうふうに買わなくたって僕はいいのかなっていうふうに思ってますね。まあ親も親で忙しいからってやっぱりなんとなく例えば公園で遊ばせてたとしても、うん、なんかこうね携帯かなんか見ちゃったりとか別のこと考えたりとかして、でなんかこう見てるようで見てなくて、うん、他のことぶつかっちゃったりとか、はいはいはい、もうその行動とかでルールを教えるというそもそも概念も、うん、持ってる人がたくさんいるとあんまり思えなくて、確かにそうですね、なんかもう別にだんだん大人になってきたし、はい、まあ、4、5年生なんてまあ言ったらわかるじゃないですか、うん、だからなんかきっとこの子は分かっているだろうみたいな感じで、なんか送り出しちゃう人も多いのかなみたいな気はしていて、そうですね、一旦やっぱり一緒に見てあげるのがすごく機会としていいのかもしれないですね。はい、やっぱり大切なね、自分の子供命を守るっていうところもあるし、それこそ歩行者がいたらね、うん、自転車っていうのはやっぱりあの大きくなると軽車両って言って、うん、車とやバイクと同じになりますから、うん、例えばそれは人にぶつかってしまうと、うん、相手に怪我をさせてしまってっていう、ね、場合もあるでしょうし、うん、やっぱりしっかりその辺のルールっていうのは、うん、まあ、お父さんお母さんも理解して、うん、それを子供にお伝えしてあげて、うん、しっかりそのスキルだけの部分じゃなくてね、うん、この思考の部分でもしっかり考えて、うん、送り出してあげると。そうですね、はい、なのであの自転車に乗るのいつなのっていうのあると思う、うん、乗るのはね、それもストライド乗って自転車乗れればいつでもいいんですよ、まあ、ちょっとまた行動に出るときは、うん、まあ、改めて大きくなったときに、まあ、20インチ18インチ買って出てもらうと、うん、これがね僕の一番のおすすめのねパターンですね、はい、遊びとザ行動に出ていくときはまた別の話、うん、っていうことがよくわかりますね。これはそうですね、ストライダーに乗るとその自転車に早く乗れるっていうね、世の中で今皆さんその認知されてきてますけど、はい、決してそれがゴールなわけじゃないので、うんうんうん、はい、その時々で遊べることもいっぱいありますから、うん、しっかりそこで、まあ、遊んでしっかりスキルも学んで、うん、理解できるようになったら自転車にしっかり乗って行動に出ると、うん、もうこの流れをちょっとねもう一度こう考え直してもらいたいなと思います。地域や学校によっても、はい、かなりこの、ま、自転車に積極的に乗っていいですよっていうタイミングが違うみたいですね、うん、あ、そうですね、うん、まあ、僕がちょっと聞いた話では、はい、小学校の4年生になると、うん、自転車に乗る、ね、この交通ルールのマナーっていうのを学校の中でやるんですよ、実際に自転車に乗って、それをしっかりクリアした子どもたちに、まあ、独自の、ね、免許をこう自転車免許っていうのは発行していて、まあ、それを持った子どもたちはそこからまあ行動で自転車に乗ってもいいですよっていうような形を取ってる地域もあるっていうのを、ね、聞いてますね、はい、うん、でもそこまでやっぱり学校側で対策をしてくれたりすればいいですけど、うん、そうじゃないところもいっぱいあると思うんですね。そうなんです、うん、今回の番組では皆さんにぜひぜひコメント欄のところに皆さんのご家庭地域ではなんか独自にどんな、まあ、子どもとコミュニケーションをとってそういうことを教えているか、なんか教えていただけたら嬉しいなっていうふうに、うん、逆に知りたいですね、思いますね、いろいろ興味ありますよね、うん、もう私もまだ子どもが小さいのでぜひ参考にさせていただきたいです。コメントもどしどしお願いします。それでは本日のストライダーキッズは TV ではこのような形で皆さんがインスタグラムに投稿してくださったお子さんとストライダーのこの動画をですね積極的にご紹介していきたいと思います。採用された方にはこちらのかわいいストライダーのステッカーをプレゼントさせていただきます。どしどしご応募ください。次回のストライダー TV もお楽しみに。せーの、 GO! ストライダー